ばんは。今回はですね、前回、直線縫いだったんですけども、今回ですね、このギルティングなんですけども、この生地もですね、これがばらけないように、いらない部分をカットしながら、まつり縫いというんですかね、このような感じで、縫っていきたいと思います。今一応先ほど余分な生地をカットしてたのがこのアダプターですね。通常はですね、どのようなものかというと、こちらですね、これが既存のですね、生地を縫ったりする金具ですね。これが今カットしたやつですね。でこの横にですね、刃がついてるんですね。刃がついて、これでもって縫うことによって生地が切れていきます。あとちょっとここに、袋を縫う、あとは いつも通り適当にちょっと縫ってみたいと思います。アダプターをですね、切り替えて、取り付けてカットしながら、生地のですね、端っこを削れないように縫いたいと思います。生地の端をですね、少しこうカットしまして、裁断機生地にですね、チャコペンで筋は一応つけてないんですけども、つけた方がいいですね、つけた方が縫いやすいですかね。じゃあここでちょっと一旦縫います。はい、これで一応ですね、チャコペンというのがこんな感じでね、マジックみたいな形で色をついたペンですね。これ時間が経つとですね、この描いた線は消えますので、心配いらないと思います。この線に沿って一応切っていきまして、こちらの端っこですね、端の方は、切れて、余分なものは切れてね、きれいに縫えて、感じです。ではちょっと縫っていきたいと思います。後ろですね、2本の、上下の構えながらですね、衣装に始めるの前に針をですね、右側のこのダイヤルね、この横のダイヤルを回しながら針を下ろします。失敗するとですね、糸が絡んじゃうんですよ。で、おさまえを、このおさまえを外せば普通に縫えます。このままの状態ですと余分な生地も切れていきますね。切るところをちょっとやってみましょうか。一旦返しをして、で 針を上に上げて、とりあえずは完了なんですけど、レバーをこの、このレバーですね、このレバー、これをここですね、これを上げて、それとこの金具がですね、浮きますので、そしたら縫ったものをちょっと引っ張って2本の糸が出ますね。これを持っていきまして、それの横に糸切りがありますから、
ポイント切りで整えれば切れると。とりあえずこれで、縫い終わったんですけども、縫い終わった感じがですね、こんな感じですね。ちょっとこれで一旦、一応はですね、全部、縫い終わり終えましたので、これをですね、私は袋をね、長物の袋をちょっと作ろうかなと思って、やったんですけども、まあこれをちょっとまた後ほど完成したやつをお見せしたいと思います。はい、適当に、縫って、見ました。で生地のね、これもともとが合わせてないもんで、こういうはみ出ちゃったんですが、これは後ほどちょぎっちゃいますので、問題ないと思います。で一応この袋をですね、できたような感じでひっくり返してみたいと思います。はい、こんな感じで、完成しました。こちらの裏側ですね、縫い目はこんな感じで、でこちらの、余白の部分ですね、こちらにマジックテープかまたはボタンとかね、スナップボタンみたいなのを取り付けると、蓋代わりのね、蓋というか、袋がね、閉じられるようになりますので、まあ、とりあえずね、これで、ほぼ完成ということになります。以上になります。